桜井上司の日桜井松平家の菩提寺である、桜井山菩提寺。桜井松平家は、松平宗家五代、松平長近の次男信貞を外する松平氏の初流、三河国河壁海軍桜井を領主したことから桜井、松平家と称する。十八松平の一つ。父の偏愛を受けた信貞は、松平宗家の座に執着するあまり、宗家の七代前であった老い。 松平清康をうとましく思っていた。森山崩れにおける清康の王子を絶好の木と捉えると、義兄織田信秀の後ろ盾を受けて、岡崎城を占拠清康の着難、松平広忠を放逐する。だが、広忠を正当なる後目と認める安倍貞吉や奥保忠利などの多数派に対し、信貞を衰退するものは皆無に等しい状態であった。その上、 今川氏からの後ろ盾を得た多数派に対抗する手段もなく、岡崎城を手放すまでに追い込まれ、宗家三奪に失敗した。この時、信貞を圧迫したのは、今川軍中人左翼大将の山高下隆だった。これで、信貞が宗家に服従したわけではなく、信貞の孫、松平忠正の代に至っても、宗家に対する敵対的姿勢を変えなかった。 今川義元の死後、今川氏からの独立を志す松平元康が、三河一向一揆と対立すると、平氏など松平宗家に敵対する勢力と結んで、再び宗家天覆を企てたが、一期は鎮圧され、またも敗北する。以後、宗家に従属した。初期には、武蔵松山藩、東尊海浜松藩に封じられるが、短命の当主が多く、一時改役されたが、 後に、上佐佐抜藩主家として復活した。以後、駿河殿中藩、東都海掛川藩、品野飯山藩、東都海掛川藩を経て、摂津甘ヶ崎藩にて、明治維新を迎えた。明治維新後、明治政府の命令により桜井氏と改めて、後に死者となった。兵庫県天ヶ崎市の桜井神社に、信沙田から忠沖までが祀られている。このほか、 松平忠頼の三男の忠勝は、親族の九将松平忠勝の養子となり、後に徳川頼信の家臣となり、その家頭は、奇州藩の皇家となる。この家は、徳川家持の聖母である実情院の成果である。東京府芝区三た二丁目、現東京都港区三た二丁目に存在した屋敷は、第二次世界大戦の戦災を免れ、戦後香川県に売却され、 現在、東京さぬきクラブとなっている。敷地内には、当時の土蔵、木造建築が現存する。桜井松平家経図判例。一実践は、実施、点線は用紙。二数字は、家督継承順。ありがとうございます。